よし、ということで今回は初の部屋紹介していきます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあこれ去年の7月に撮ったやつなんですけどね、お蔵入りになってました。でまあ僕この動画上がってる頃には新居に引っ越し終わってるんで、またすぐ新居の部屋紹介もすると思います。まあ誰か呼んで撮りたいな。以上です。はい、どうもちょーということで、今回はようやく部屋紹介をします。はい、ということでまずこの机の上に置いてるものたちが新しく買ったマイク周りのデバイスなんですけれど、今使ってるものが返却しなきゃいけなくなったんで新しく買いました。でマイクが AKG の C214 ってやつで、オーディオエンターフェースがヤマハの AG03、 なんか黒色の最新型があったんでそれを買いました。まあ、このマイク周りだけで7万5000円ぐらいっすね。結構高い。まあ、とりあえずこれを全部開封して取り付けていきます。はい、できました。じゃあ次に外の紹介から、あの右横に僕の住んでる、はい、次にマウスっすね。マウスはデスアダーのエリート2014年ぐらいのやつかな。ずっとこれ使ってます。もうこれしか使えない。もう予備の新品マウス5個持ってた時とかもあった。今はあと2個しかないかな、新品は。で、マウスパッドがアーティザンのゼロ。分厚いやつかな ?3 種類ぐらいあるけど。で、マウスバンジーがよくわからんけど、これめちゃめちゃええやつです。悪い噂一つも聞きません、こいつから。ほんまにええやつです。何もありません。はい、そして、キーボードですね。キーボードはもうみんな使ってる Apex Pro。これめちゃめちゃ高い、これは。高いやつです。今、日本語の配列のやつ、4万円ぐらいするんちゃうかな。めちゃめちゃ高いです、これ。正直、1万円前後のキーボードでいいと思う、俺は。俺あんまり感じなかったな、その性能差とかは。1万円でも高いしな、キーボードで1万円って。で、モニターがこれ10年前か9年前に買った BenQ のもう 60Hz のやつっすね。まあ、これがサブモニターで、右がメインモニター。上についてるのが、なんか画質めっちゃ悪いやつですね。手元動画たまに撮るとき用だけに使ってるウェブカメラ。で、このメインモニターが 240Hz のギガクリスタのやつですね。240Hz モニターの中で一番安かった気がする。おすすめです。今無所属なんでスポンサーとかも何もついてないんで、おすすめですって言ってるやつはガチでおすすめのやつです。よかったら概要欄の URL から買ってください。あと、そういえば自分はマウスとかキーボードのイルミネーションは設定で切ってますね。目障りっちゃ目障りなんでね。ところで僕の部屋砂壁ってやばくないですか。もう築5、60年なのバレバレなんですよね。てかこの黒のオーディオインターフェースかっこいいな。ボタン配置とかも一緒で普通に使いやすいし、エコーも普通にかけれるしな。はい、お次は棚見ていきます。こちらパッド企画とかでよく使ってる XBOX のコントローラー。まあ、この棚に唯一置いておく価値があるものですね。マジで物が少ない。で、これが何の箱だ。iPhone5 古代兵器の箱っすね。おっと、これは懐かしいぞ。この丸×ボタン、実はメロンの W キーを止めるためだけに買いました。口で行くなって言っても止まらなかったんで、この音で止まってくれるかなと思ったんですけど、結局トリを解散して使わずじまいでしたね。はい、お次は、他のものはもう全部最近の掃除で捨てちゃったんですけど、自分が唯一残した思い出の品たちっすね。ゲームのソフトとか、カードゲームのカードとかっすね。本当はもう、幼稚園の頃のおもちゃとかも、そんなやつも入れて、これの300倍ぐらいあったんですけど、全部捨てましたね。まあ、あんまり記念に物を置いておくタイプではないんでね。まあ、最近まで持ってましたけど。まあ、こんなもんっすね、机周りは。ところで、本当に一番しょぼくないですか?僕の机周り。マジで何もないわ。はい、お次は PC 紹介です。はい、こちら、今現役で使っているガレリアさんのパソコン。1年半前ぐらいに提供していただきました。まだまだ現役っすね。60万円ぐらいしたし。で、この上で光ってるのが、携帯のワイヤレス充電器っすね。これもガレリアさんからいただいたんですよね。まあ今どこのスポンサーもついてないんですけど、ガレリアさんスポンサー待ってます。はい、ということで実際に充電してみましょう。こちら iPhone8。古い。はい、充電できてます、これで。本当にプラグを刺さないで充電できるって楽すぎませんか?そして今置いた iPhone がもっと古い iPhone6S。ちなみに iPhone6S はワイヤレス充電できません。
まあ新しいものに興味がなさすぎてずっと使っちゃってる感じっすね。はい、ちょっと配線が汚いのは申し訳ないんですけど、この白いコード、これ予備の LAN ケーブルです。この LAN ケーブル別の会社の LAN に繋がってるんで、片方の会社で通信障害が発生してもすぐ切り替えれるようにしてました。一応プロゲーマーだったんで。はい、でこちらのパソコンが今は現役で使ってないのでプレゼント企画はしないんですけれども、これもガリエさんのやつですね。2番目に買った PC です。はい、でこちらがなんと初代 PC です。 G-Tune で買いました。重すぎて起動してません。はい、でこちら掃除中に出てきたワンチャン高く売れそうな遊戯王のカードたちです。よかったら鑑定お願いします。てかブルーアイズとブラックマジシャンと強欲な壺って誰でも知ってるよな。懐かしすぎる。はい、でこちらもっと懐かしい、これ自分が人生で初めて手に入れた虫キングのカードっすね。エラックス細赤クワガタ、なんかそういうのって覚えてるもんですよね。でこのネプチューン大兜が一番最初に手に入れたレアカード、覚えてます。カードの裏にヤバいこと書かれてました。これ2003年って書いてます。19年前。でこれが虫キング2みたいなやつのセーブカードっすね。ナチすぎる。これモザイクだね。ちゃんと自分でひらがなでフルネーム書いてるわ。でこれがドラクエのアーケードゲームのセーブカードっすね。これもちゃんと名前書いてるけど、名前書いても戻ってこないような、なくしたら今思えば。でこれがドラクエのカードゲームのカードたち、懐かしいね。はい、 DS のソフトいきます。ポケットモンスターバール2006年ぐらい、ドラクエ9めちゃくちゃやりました。めちゃくちゃ面白かった。英語付けとポケモンダンジョン、親が勉強のソフトを買ってやらせがち。あとはロックマンとかベイブレードとか。ここはデスアダーの墓です。予備の新品マウスと戦死したマウスたちが入ってます。この棚でラストっすね。この左に見えてるのが GoPro 類っすね。正直全然使いこなしてないんで持ってるだけっすね。でこれが記念に置いてる俺が大学受験受かった日程の英語の問題。思い出の品全部捨ててる割に何を置いてんだって話なんですけどね。でこれは夢をつなぐ山崎直子、多分小学3年生とかの読書感想文で使ったかな。でこれは単語帳っすね、高校生の頃の。はい、中段はもうデバイスの箱入れてるだけ。全然新しいデバイスとかも買わないんでこれ以上は増えないっすね。いやー、ガチで何もなかったな、俺の部屋。捨てようと思えばもう今日紹介したものも全部捨てれるしな、パソコン周り以外。はい、下の段いきます。これ左に映ってるスプレーっぽいやつ、これエアダスターっすね。風を出すやつですね。これと掃除機両手に持って PC 掃除たまにやります。はい、でこの黄色いのがマウスパッドの予備っすね。間違えて2倍注文しちゃったんで5枚ぐらいあります。まあ、こんなもんっすね。まあ、あとはこの机の前のスペースに布団を敷いて寝るぐらいですかね。あと今映ってるこの筋トレ器具はもう使ってないですね。ジム行ってます。てか4畳の部屋ってめっちゃ綺麗にカメラに収まるな。まあ、ゲームする分には全く不自由しないですね。ということでクララさんの部屋質素すぎって思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。 It's all about humanity.